キャプテンを誰で行く？紹介してください。よし、じゃあ僕がキャプテンやります。おのおのそれぞれキャプテンを1人選んでください。勝ったチームの方のキャプテンが次の練習試合のキャプテンとしてやってもらう。だからもう練習試合に通じてるの で本当にキャプテンになりたい方はここでアピールするチャンスだし、そこをしっかり頭に入れてやってください。この紅白戦もこれを見てスタメンを決めるから、しっかり選手はそれを意識してやってください。じゃあ紅白戦いきましょう。よっしゃ、いいね、いいね、いいね、これ勝った方のキャプテンが次対外試合キャプテンマーク巻いてやるっていうことやけど、はい、キャプテンを誰でいく？このオレンジチームを紹介してください。まあ、シンプルもやっぱさっきちょっといいとこ見せれなかったんで、ここでちょっとチームまとめて、チームっていうの直樹はキャプテンになったらどういうチームですか？やっぱ攻撃的なフットボール展開してやっぱ圧倒して勝ちたいかな。走り負けたら出たらあかんと思うんで、ここはもう気持ちで走って出たら勝ちたいと思います。攻撃的に、攻撃的に楽しめるさ、はい、トータルフットボール、トータルフットボール、クライブ、クライブ。マネージャーちょっとキャプテン直樹でちょっと行こうと。楽しみです、うん、めっちゃ楽しみ。チームワーク本当に大事だと思うんで、ちゃんと引っ張ってってほしいし、みんなで補い合って助け合っていいチームになってほしいなと思うんで、頑張ってください。よっしゃ、すごい勢いがいいと思うんで、みんなを引っ張っていけるようにお願いしたいです。行くぞ、はい、よし、よし。今回の紅白戦ももう本当気合い入れて、絶対もう勝てるチームだから、もう俺ら、その気持ちで負けないで、別に1点とか入れられても、そこでマジで本当、めげないで、点取って勝ちましょう。よし、じゃあ、僕がキャプテンやります。庄司さんっぽかったでしょ、庄司さんっぽかったですよ、今、キャプテン。でもやっぱりまずは年功序列だから、申し訳ないです、スタイル。でもピッチャー行ったら、年齢なんて関係ないから、全員がさっきと同じ雰囲気で。年上だろうが年下だろうがもう、はい、だからもう継承もなくていいぐらい、はい、本当はもっと言い合って、はい、でもポジティブに、いや本当にネガティブな声が出て別にいいものを生み出さないから、ポジティブにポジティブに叱咤激励して、イージーさんがもしもうピッチャーの中でシュンってなっちゃったら俺らでこうまた入る、そう絶対そう、そういうタイミングも来るから、グラウンドキャプテンみたいな、ね、そうあるゲームキャプテンってあるキャプテン、僕は大丈夫まあでもプレーとかゴールでチームを引っ張るね。キャプテンお願いします。しっかりいい雰囲気でいきましょう。今いい雰囲気できてるから、よし、でやれることやって、はい、でまあ、とにかくビハインドとか、はい、ネガティブなゾーンになった時にどれだけポジティブな、よっしゃ、プラスになる声かけとプレーと、はい、全員でね、マネージャーも全員一緒に、はい、やっていきましょう。じゃあしっかり声出して、いくぞ、はい、最高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 。それでは両チームキャプテン決めてくれましたか？はい、はいはい、黄色チーム誰がキャプテンでしょうか？イージーはすみで、イージーで私が行かせていただきます、はい、もちろん行くぞ、お願いします。彼らいい雰囲気できてるから。じゃあオレンジチーム誰がキャプテンですか？僕です。おお、直樹、はい、ポノじゃなく、はい、ここ直樹で行くんだ。直樹で。そんな、なんで？いや、やっぱチーム馬とみたいなんで。ああ、強い思いで、それをポノが譲ったんだ。新メンバーで、うん、初練習でキャプテンやりたいって手挙げれる人、確かに、なかなかいないね。これはちょっと尊重して、確かに直樹で引っ張っていくために、そういうことか。了解です。じゃあ今からそのソサイチのルールでやっていただきます。でオフサイドなし、うん、でこのチームで試合やって、勝った方のキャプテンが次の、練習試合のキャプテンをやっていただくということで、キャプテンはそれぞれチームまとめて自分のカラーを出して、臨んでください。それでは行きましょう。おー、リアグボリアグ、次、
ナイスキー、ヤネス、グー、チャンス、チャンス、ナイス、いや、グー、ヤネディだ、もう一回、もう一回、ゴー、ゼロ、正面、ナイス、はい、はい、ナイス、入ってってください。よくやってる、よくやってる。おじいまはもう多分あそこで今のクオリティだから、それを分かった状態で指示出さないといけない。もっと走るは無理な、うん、じゃあお前ももっと点決めろって言われたら無理でしょ、うん、今ある能力で、うん、あのコントロールしよう。おじいまのその1個追うタイミングとかだけ車輪後ろから行ってあげれば。え、距離がダメな、距離が俺らムンドロないから、うん、ごめんなってるから、うん、ごめんなってるよ、うん、テイリーショット、守備のところでもう一回粘り強く、相手にちょっと前向かせすぎてるのもあるから、俺から直樹入った時、経由してチャールトンから太田に入った時、要は両サイドの相手のペナ内入った時にもう一個冷静に、はい、勝負するのは勝負しても全然いいし、まあ、せめてコーナー取って帰ってきてほしい、はい、直樹の最初にこのチームこうやりたいって言ってた、あの仕留めるとこ仕留める、両サイドはもうそこと、まあ、スサイチの両サイドって一番しんどいから、まあ、めっちゃ気持ちはわかるけど、ダメさんに入るくさびはどうしますか。結局パスコース限定させとけばいいから、まあ、最後の最後は俺とマリンと騎士が体を投げ出せば、今サイドだけ頼むと、そうそう、サイドだけ庄司と、うん、結局ダメさんとイージーさんを俺とパラさんで見なきゃいけないから、まあ、あんまり言い過ぎても頭混乱するから、ちょっと何か一つ、うん、直樹、ちょっと今攻められてるんで多分少ない決定機しかないんですけど、そこはしっかりやっぱ決め切って後ろの人を支えていきたいなと思います。ちょっとその次のところのスイッチを全部オンになってるから、うん、あれもう遊んでいいよ、もうまずこういう風にやったりとかして、もう遊んでいい、あそこナメさん入れて折り返しみたいなの合ってる、合ってはいる。ナメさん入った時はもうみんな攻撃するっていうスイッチだから、それはお前が入れていい。オーケーです。あれ全入れになるとこんだけいい割と展開なのにカウンター一発があるから、あとは結局ナメの裏をもし取り行けたら最高だね。ゴール前守るのか俺ら耐えなかったらもう借りに行くのかはっきりですよ。これははっきりは言っていいね。距離取られるぐらいやったらもう借りに行って、俺らがシュート少ないな、あんなとこまで攻め込めてんのに、後ろから見ててもっと打っていいです。じゃないと相手怖くないですよ多分。なるほど、はい、じゃないと入んねえな、シュートなんか入んないな、悪くないのに、はい、全然なんならもったいないぐらいの試合してるけど、こういう時に逆にやられたりするから、はい、いい雰囲気でいい雰囲気でいい流れのチームが先に失点したりするから、はい、関係ないから1点取られてもビハインドになってもめちゃくちゃチームでやれてるよ。よし、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 下がる、お前準備してたのに、いや、上のシュートよ、おかしい、ナイスキック、次のとこまで行くわ、
好き。ナイス。いやグボーグーグーグーいやグボーグボーシュンペナイスサイドってさ出させても時間あるから出たら行けばいいから出たら行けばいいから出たらむしろ出させるぐらい今太田さんは中で待っていけばいい入ったよ入ったよ入ったよ出て出てグーグーグーはい俊平いやーグボ止めろナイスナイス俊平スライド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 コントロールサンクスキブラケロ待って落ちるよナイスバロすごオッケーオッケー下向くな下向くな大丈夫よ攻め続け攻めろ前前前前前前オガ受けてオガ受けてよオガオガオガ受けてはい振り切ってもらおう誰3行3行壁3行そう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 これイージさん戻ってイージさん戻ってミク飛ぶのいいよ飛ぶから最後は直樹ゴール前欲しいなはい前でやりきれそうリミットリミットそう負けないスボラもう一個行こうもう一個行こうオッケーマネージャーよっしゃ太田さんが大谷が大丈夫大丈夫大丈夫なんであんなやつにバンって焦んなくて焦んなくて相手を見て考えないで自分がなんであれを慌てていくのって思っちゃう失点したシーンも被るぐらいだったら太田さんのトラップギアバーン狙った方がいいありがとうまあ全然スペシャル自信持ってやっていいからで全体的にも良くない杉にも俺とかが迷惑かけてるそれも申し訳ないもう言っても点取りに行かなきゃいけないので、ね、この残りの10分で、はい、やっぱりナメさんは上げといた方がいいと思うんですよいいよいいよ、はい、じゃあ点取れないし、うんはい、それでいいと思うでミドルシュートはもう覚悟でしょうがないですこれは、うん、この残りの10分はミドルシュート打たれてもいいので攻めに転じましょう、うんうん、ちょっと雰囲気悪くなりそうなんだちょっとだけあれいらないいらないもう全然 2-0 なんて全然まくれるまくれるまくれるしちょっとやってやろうよマジやろじゃあしっかりまあ 2-0 とはいえやれてる分はやれてるからしっかり上向いて、はい、全然ネガティブなイメージとか払拭して、はい、ポジティブに前へ前へ行きましょう、はい、行くぞ、はい、いやここで緩めたらあかん離そうオーケーそやな一個揺さぶった時に小田がずっと空いてんのよ真ん中でで左に持ち帰る時間も与えてくれてるから多分イージーさんやと思うねんけどな相手の守備がせっかくパナさんクロスめっちゃいい形で上げてるんで結構入ってっちゃったみたいな直樹が一番決めれるからこっちからのクロスって、うん、あれは無理 こっちもらった時こっち出せへんワンリアクションしてるんですよずっとただこれだったら困るから要はなんかこうあオッケーオッケーこうやって動き直して、うん、ディフェンスがねめっちゃ願ってんのよでこっちからしたらあインターセプトインターセプトされそう、うん、でカウンターが一番この距離できついんですよ駆け引きめっちゃしてるねクリスチアーノそうやってるよちゃんと見ろお前今2-0よ2-0でも2-0ここから一番危ないから締め直して点重ねて勝ちましょうよし行くぞ最高行こう行こうさあこっからよスライド持ち足よちょっと持ち足ちょっと持ち足いいよそうやりきるはいこの後切り替えればいいチャルトその前3番までよしよし
最初で2個ぐらいは選択肢持っとかないと、次が悪いわけじゃないんだけど、最初に見つけた選択肢すぐ選んじゃうのよ、うん、けど実は2個目とかだったりするわけ、
1個目で考えたプレーをしようとしたことによって相手グッて動いた2個目に使える。そう、あとあれ相手が何もしてこないぞの方が良かったり、逆にもう来たのかよとか相手見てもうちょっとサッカーした方がいい、うん、多分杉が悩んでるのは当てろ派と遅らせろ派のが結構いるんですよ。いるいるいる、試合の流れではね、その瞬間に多分性格的に優しすぎて、そう優しすぎるわ、はい、から悩んでるっていう。まあ自分で判断しろってことですよ、そこから。そう、そのチームの試合の流れで、そこで杉が打ったっていいわけよ、うん、究極な、何でもできる中で自分の選択肢を狭めて、こうやらなきゃこうやらなきゃじゃなくて、まあ楽しんだりって表現ちょっと雑すぎるけど、過度のプレッシャー俺もかけちゃってる部分もある。俺が受け渡してもここの裏行かれる場合もあるんで、そういうとこも考えながら言わないと入れられちゃいます。で一番いいのは直樹さんが相手にどこに出させるか限定させる体の向きとかポジショニングしとけばもう簡単です。抜かれない程度に右から切る。まあ、勝ったよ。あ、そのチームで。うん。マジ試合に勝ていいから。そう。試合に勝ていいの。そこなのよ。関係ねえから1位とか2位とか。試合に勝ていいんだよ。確かに。いや、太田さん、あの左足のシュートスーパーで。ああ、いや、まあ、あんなもんよ。俺はあんなもんよ。こっち、はるかってやつ多いから。太田さん、筆頭ですよね。あ、お前はね。チームではないよ。こういうことなんかも、勝負って。勝負に勝つ方って。紅白戦は、3対2で、オレンジチームの勝ちです。これで2日後の練習試合のキャプテンは直樹っていうことで、よし、うん、でお互い本当いいコミュニケーション取れてたんで、今度はチームとしてしっかりコミュニケーション取って、今日の練習の経験値を生かして次の練習試合に臨んでください。勝ちいきましょう。おしゃ、じゃあ以上です。ありがとうございました。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、見事、パナさんと直樹が、ね、いるチームが勝利して、はい、直樹がキャプテンですね、うん、そうですね。 3-0 から2点取られたのちょっと良くなかったですね。ちょっとヒヤヒヤした。あと3分あったら分からへんかったね。クリーンシートで終わりたかったなっていうのはやっぱ確かにありますけど、うん、なんかキャプテンとしてさ、はいはい、臨んでさ、ピッチの中で意識してやったことあった？いやでももう正直もう自分のことでいっぱいで、うん、あんまなかったかなって。合間にちょっとだけ声掛けはできたんですけど、うんうんうん、それ以外もあんまなくて失神でしたね。うん、俺はちょっと1と2をキャプテンさせてもらってた身として、はいはい、そこをチームのことも考えながら、はい、逆サイドにいる選手の表情、はい、息の上がりをやろうとしてることを、はい、なんやったらベンチも見ながら、はい、今一番何をしないといけないのか、どういう声かけをしないといけないのかみたいなのはやっぱ欲しかったなって。まあでもなんか直樹がやっぱこう新しいメンバーとして来て、いきなりやりたいですって手を挙げて、だからそこのこのグッっていう勢いは僕にはないところだったんで、なんかそこには頼もしいなっていうのは僕は感じてました。次戦はね、一応強豪と戦うことが決まりました。はい、そこは直樹がねキャプテンということで、はい、その1試合は臨むんですけど、そこに向けてどんなところをキャプテン集を持ってやっていきたいかっていうのは。そうですね、まあ相手結構強いみたいなんですけど、今のねスマイラーズのその現在地というか確かめられるのもあると思うんで、僕先発か出れるか分かんないですけど、チームを鼓舞して勝てるようにやっぱ盛り上げていきたいなとは思います。今の発言も僕聞いてて思って思ったのが、代表選手もいるトップレベルなのに強いと聞いてるんですけどみたいな、そんな臆してないところが相手関係ないっていう、自分たちのフットボールやるだけだっていう、この直樹のこの勢い前向きさっていうのは絶対武器になるんで、直樹は今回は個人のことでいっぱいいっぱいやったってなったけど、はい、次はなんかちょっと視野を広げて、はい、チームのみんながどうやったらうまくいくかっていうのを見ながらやってたら、はい、みんなもっと俺も含めて、はいはい、サンキューってなると思うから、僕は経験した身としてそこのサポートをしたいなって思いましたね。次戦キャプテンとしてチームを引っ張る立場として試合への意気込みをお願いします。まあ、僕自身やっぱさっきみんなに言われた通り守備とか課題もすごいあるんですけど、まあ、みんなでね力を合わせて本気で勝ちに行きたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。コメントにも書かれてるし、多分選手でも思ってる人が何人もいると思うんだけど、更新頻度が少ない。うーん、下心ありそうだそれもね、生配信で聞いたらいいし、危ない。何ができるかなって本当に思ってて